はようございます。今日は、高橋稲井さんの初馬大祭の日だと思います。この初馬って何なのかって調べてみましたら、伏見稲荷というのが、ね、京都にあります。これが日本で一番古い稲荷神社だと思いますが、そこに神様が降り立った日が初馬の日であったということで、初馬を稲荷大社では、全国のお稲荷さんでは初馬の行事があるわけです。このお稲荷さんというのは神様だと思っている人がほとんどですね。正確には確かに神様なんですよ。インドの神様なんです。これは違う人が多いと思いますが、インドの神様のことを仏教では天と言うんですね。毘沙門天、弁財天、大黒天もそうなんですよ。この天と救う神々はインドの神々なんです。梵天とか、ね、大釈天とかありますね。このダキニ天というインドの神様が仏教とともに日本にやってきたわけなんです。特に、曼荼羅を持っている密教の世界、そういう宗教は、そういう仏教は神々、インドの神々を従えている総合的な総合文化、その中に仏教の仏たち、菩薩がいるわけなんですね。ですから神様が降り立ったっていうのはある意味間違いなんですね。インドの神々の一つですから、その前に仏教、その100年ぐらい前に仏教が伝わってますので、伏見稲荷大社は1300年の歴史、ちょっとだけ仏教が古いわけですね。ですから仏教とともに入ってきたインドの神様も100年も経たないうちに日本の神様になってしまうという、このね、日本人の文化の吸収力というか咀嚼力ですね、噛み砕く力、これは凄まじいもんだと思いますね。そういうことをね、日本人は全然意識してないんです。そうなの、お稲荷さんってインドの神様って、ほとんどの人がそう今そう思ってるでしょう。そのくらい日本に馴染んでしまい、そして今は神社として祀られて、神様として祀られて、そういうものがね、身の回りにはいっぱいあります。さまざまな天、それこそカルビラーというガルーダがですね、天になったのがコンピュアさんなんですよ。まあそういうふうなたくさんの神々が入ってきています。